皆さんおはようございます。おはようございます。農林水産祭りようこそお越しくださいました。福岡というのは本当に海の幸山の幸本当に豊かで、多くの皆さんに今福岡にお越しいただいてこのご評価をいただいているわけでございます。さらにこの福岡の価値を高めるべくブランド化というものに今力を入れております。恵比寿牡蠣などは もちろん海外にも今非常に認知度が高まってきているわけですし、また、砂ゼロアサリっていうのも全国にない、チャレンジというものが始まって今すくすくと成長をしております。また成果物に関しまして言いますと、新成果市場がですね、来年の2月にオープンということで、こちらの方も、全国最大級のコールドチェーンが完成をするということで、非常に期待が高まっております。そうした中でこの消費地と生産地が非常に近いというこの福岡市の特徴の中で、今日は生産される方、市場関係の皆様、そして消費者と、まさに皆さんの顔が見える中で今日は販売ということで、ぜひフェイス2フェイスでですね、いろんなお話をしながら、これからの福岡の農林水産業の発展にも今日できればいいなというふうに考えております。ぜひ今日は皆様素晴らしい一日を送っていただきますように記念いたしまして挨拶とさせていただきます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。これよりテープカット並びにくす玉開きを行います。本日テープカットをしていただく方々をご紹介いたします。福岡市長高島総一郎様、福岡市議会議長小畑久也様、市農業協同組合代表理事組合長鬼木春人様、福岡市漁業協同組合代表理事組合長野上正明様、福岡市中央卸市場生鮮食品流通協会会長青柳誠一郎様、福岡漁食普及推進協議会会長阿部康弘様、以上6名の方々にお願いいたしております。続きましてくす玉開きをしていただく方々をご紹介いたします。福岡市東部農業協同組合代表理事組合長石川直重様、福岡水産加工失礼いたしました、福岡水産加工業協同組合理事組合長江口文代様、以上お二方にお願いしております。それでは私がどうぞと申し上げますので、テープカットとくす玉開きを同時にお願いいたします。それではどうぞ。